はい、数日後。こんにちは。お邪魔します。はぁ、ミカロちゃん、久しぶり。ご無沙汰してます。おい、春日、なんで俺んちがオーディション会場になるんだよ。だって部室使うわけにはいかないじゃない。一般からも募集してるんだもん。オーディションの告知は SOS 団のホームページとコピーのビラを校内の掲示板に貼り出したり、商店街の喫茶店に置かせてもらうなどして行った。確かに学校外の人も参加するかもしれないわけですから、部室で行うのは問題がありますね。だからって俺んとこ使うことないだろうが。ある日お前ん家でやればいいだろう。うちは親がいるもん。あんたんところ今日はお父さんもお母さんも出かけてるんでしょ。ちょうどいいじゃない。なぜこいつはこういう理不尽なことを平然と語るのか。それは多分本人は理不尽とも何とも思ってないからなんだろうが。このリビングを使いましょう。テーブルが邪魔よね。ユキ、ミクルちゃん動かすからちょっとそっち持って。わかった。私も手伝う。よいしょ。ああ、それから小泉くん、キョンと一緒にソファーを壁の隅に置いて。応募者は部屋の真ん中でプレイしてもらいたいの。私たち審査員はソファーに座って面接よ。かしこまりました、閣下。俺の自宅が春日に侵食されていく。女王様とかが好きなその種のマニアは、自宅を女王様のお好み通りに模様替えさせられると大変に興奮すると聞くが、あいにく俺にはそういう趣味はない。ただ不愉快なだけだ。そろそろ会場時間ね。ミクルちゃん、ユキ、集まった人に中に入ってもらって。わかった。最初の方、お入りください。やっほー、予告通り惨状つかまつったよ。あ、釣り屋さん。この日をどれほど待ち望んでいたことか。何せ私の得意な楽器ってなかなか発表するチャンスがなくってね。仲間に入れてもらえたら強行禁言、感謝感激雨降らし。発表のチャンスがないってどんな楽器なんです？いろいろあるけど、とりあえずこれかな。何ですか？短く切った竹が2本。コキリコの竹、古来から日本に伝わる民族楽器の一種。外す竹を切り揃え、指先で回しながら打ち鳴らす打楽器。普通は7寸5分の長さ。長すぎると取り回しが難しい。なおコキリコは越中五箇山に伝わる古代民謡のこと。おお、そうだね。その通り。このコキリコの竹は私のお気に入りの一品なのさ。本当は烏帽子やひたたれをつけて演奏したいんだけどね。ちょっとやってみよっか。どう？いい音するでしょう。確かにいい音だが、そのメガッサーアコースティックでアーシーな音色は俺たちのバンドに合うとは思いがたい。他にはないの？ダメ？じゃあ、次はこれ。鼻息を吹き込んで演奏するミャンマーのダイン族の横笛。あ、それともタヒチのホラガイにしよっか。それぞれ聞かせてもらったが、非常に興味深い音ではあるものの、残念ながらあまりにも個性的すぎた。音楽家はその演奏する楽器に似るそうだが、真実かもしれない。やっぱりダメか。まあいいさ。どっかで同好の書を探して、私も MD で応募するから。それじゃ、まったねー。と言い置いて鶴屋さんは風のごとく去っていった。2番目の方、どうぞ。ヘイ、真打ち登場。呼ばれて飛び出てジャ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 。誰だっけ？元井、谷口、何やってんだお前。お願い、忘れないで。何言って、お前らの仲間に入れてもらおうと思ってさ。掲示板のチラシ見てビビッときたね。俺の生きる道はこれだ。ロックが俺を呼んでいると。どうせバンドをやりゃ女の子にモテるとかその程度の発想だろ。当たり前だろ。バンド始める野郎の動機なんかクブクリン、それに決まってる。遅ればせながら俺もその戦列に加わりたいってわけさ。わかりやすい青春。いや、ある意味男らしいかも。この場合の男は三髄の勘だ。動機はともかく、あんたは何ができるのよ。ギター、ドラム？全く何も。でちょっと練習すりゃなんとかなるさ。ギター、ベース、ドラム、何でもいいぜ。おな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 おいやー。
ーン！ドゥ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 、あ、ゲンガ！妙に器用にエアギターをプレイする谷口だったが、失格！私たちは即戦力が欲しいの！帰って！ティラリー！ティラリラリーラー！バッハの曲と共に退場していく谷口、哀愁を帯びた背中だが、気の毒だとは微塵も思わん。もうちょっとマシな人材は来てないの？ほら次、なんで入ってこないのよ。集まったのは以上の二人だけ。は？あとは誰も来ていない。あ、でも厳密に言うと、もう一人だけ受けたいって人が。あのね、この曲学校で習ったばっかりなんだよ、聞いて。上手です。小学生の女の子のリコーダー演奏。あ、これはこれで、ある種のマニアの心をくすぐるのかもしれないが、俺たちのバンドに必要なファン層とは思えない。つうか、そんなファンの存在は兄として許さん。